皆さんこんにちは中村優子です。皆さんこんにちは日経ビジネスの田中壮太です。今回の日経ビジネス特集はボート3.0の時代社外取締役を再考するです。この高良つは高良直後の日経ビジネス編集部からお届けしています。では田中さんにお話を伺います。高良、お疲れ様でした、うん。ありがとうございました。あの読ませていただきましたがこのボート3.0という言葉、はい、私は知らなくてそのアメリカではガバナンスの新潮流が始まってるんですね。はいアメリカではまあべ、うん、これまでのようにべ 弁護士とか会計士だけでなくて、うん、まあ経営経験のある方だったりとか、うん、あとはまあ研究者だったりとか、はい、そういった方を入れるという流れができています、うんで。日本でもですね、うん、あの昨年あのコーポレートガバナンス・コードが改定されまして、うん、あのプライム上場企業は、えー、取締役の3分の1以上を独立社外取締役にしなくちゃいけないという。 あのルールができましたので <laughs> 結構企業さんが、えー、対応に追われているというようなところですね,ねはいそれが特殊のきっかけになった部分があるということですねです、はい、あの、えー、パート3を読んで驚いたんですけど、はい、そのやはり女性取締役バブル、はい、というのでハッとしたんですが、はい、社外取締役バブルか、はい、あの問題は とはいえ、その椅子を確保しないことにはやはり更新も育たなかったり変わっていかないなという気持ちが同性としてはあるんですけれどもそのあたりいかがでしょうまさにその通りでこれまで日本企業が女性役員を育ててこなかったというところが一番なんですけれどもそういった中で企業が女性と社外取締役を今、たくさん入れようと採用頑張っているんですけれどもなかなか人材が見つからず うん、不足していて取り合いになっているというような、はい、そういった状況ですね田中さんが取材した中で印象に残っている企業、うん、もしくは発言というのはありましたかあ東京都立大学の増、うん、田教授という方が、はい、あいらっしゃって。はい 松田教授がですね「うん、あの社外取りをあの床の間に飾っておくな」と「使い倒せ」ということをあのおっしゃっていましてやっぱりこれまでだと、うん、あのなんですかね、まあ、重鎮みたいな方が取締役会に来て、うん、まあ何か議題が上がるとそれを全部否定して帰るとか <laughs> <laughs> あとは、まあ、あのまあいるだけでほぼ。 発言しないとか、まあ、そもそも出席も全然してくれないとか<ー>そういった方もいらっしゃる中で、まあ、松崎教授はあの、まあ、せっかく社外取りがいるんだから、うんえー、統合報告書の事前チェックだとか、うん、あとは工場見学とか、うん、店舗の見学とか、うん、そういったところに積極的に行ってもらうことが、まあ、企業のあの。 なんですか社外取りの役割として重要ということをおっしゃってましたね。うん、株主の代弁者というか、まさにそうです。こういう感じでしょうか。わ、はい、かりました。ありがとうございます。では最後に一言、えー、社外取締に対するイメージって変わりました。 私も社外取りというと弁護士とか会計士とか、うん、そういった方があのなるようなイメージだったんですけれども結構、先進的な企業ではあの若い方だったりとかそれこそ研究者の方だったりとか、うん、元観光庁の方だったりとか、うん、結構いろいろな方がなられているなというところはあのかなり印象が変わりました。うんはい 田中さんもいやどうですかねかもしれないということで、うんはい、<laughs> ありがとうございました、えー、日経ビジネス最新号11月7日号は明日11月4日以降順次定期購読者の皆様のお手元に届くほか日経ビジネス電子版でも公開されます来週11月7日月曜日には一部の書店やキオスクでお買い求めいただけますぜひお読みいただければと思います改めて田中さん考慮お疲れ様でしたありがとうございました